スタートしました。まずホームストレッチ先行争いです。うち4番黒コスミアがじわーっと出ていきます。外は15番のマキシマムドパリが気合をつけて、さらに最内1番のクイーンズミラーグロ行きます。16番ビブロス4番手につけました。5番モズカッチャン、12番スマートレイヤー先行グループの後ろ、9番電光アンジュ、最内3番当選ビクトリー、外は18番のエテルナミノルです。11番のディアドラは現在後方から2番手。1コーナーをカーブしていきます。先手は1番のクイーンズミラーグロが奪いました。リード2馬身半で1、2コーナー中間、4番クロコスミアが2番手、3番手は5馬身相手15番マキシマムドパリです。4番手16番のビブロス、5番手インコース5番のモズカッチャンです。並んで12番のスマートレイヤーで向こう正面に入ります。その後先行グループを見ながら18番エテルナミノル、9番電光アンジュ、3番当選ビクトリー追走です。中段は1段、その後7番のクイーンズリングが追走、13番ジュールポレールが行っています。まもなく前半の 1000m の通過ですが、1分2秒0と計測されて向こう上面中間からこれから3コーナー坂の上りを目指していきます。中段の馬群の後ろに6番リスグラシュー、10番ミッキークイーン追走、さらに17番のルージュバックです。あと2番ハッピーユニバンス、8番タッチングスピーチ、後方2番手11番のディアドラ、3コーナー坂の上り、最後方14番の浮世の風、坂を上り切ってこれから下り、残り800を切ります。1番クイーンズミラーグロ先頭、リードが2馬身です。3、4コーナー中間、4番クロコスミア、じわっじわっと差を詰めます。3番手15番マキシマムドパリ、4番手インコースがモズカッチャン、エテルナミノル、ビブロスが追走、600を切って4コーナーカーブへ、あとはジュールポレールが後位の後ろの外目です。インコースが当選ビクトリー、後方から10番のミッキークイーンが押し上げていきました。4コーナーカーブから直線、さあ今度は4番のクロコスミアが先頭に変わって直線コースの攻防、マキシマムドパリが現在2番手、内からモズカッチャン、外はビブロス、さらにエテルナミドル、一番外からミッキークイーンが追い込んで200を切ります。クロコスミアが先頭、クロコスミア、モズカッチャン、そしてマキシマムドパリ、大外からは10番のミッキークイーンが一気の切れ味、間から5番のモズカッチャン、内は4番のクロコスミア、外10番のミッキークイーンだ、広がってゴールイン、わずかに5番のモズカッチャンか、内は4番のクロコスミア、大外10番のミッキークイーン。